ゆぽにぎり、よーい、スタート。はい、皆さんどうも、こんにちは、ディアンドゆぽんです。はい、今回はですね、またまたね、UFO キャッチャーの方での新作を紹介していきたいと思います。おにぎりの山になります。おにぎりの山ということで、おにぎりが山がいっぱいということですね。こちら UFO キャッチャーの方でゲットしてきました。でですね、やってる姿の動画があるんでご覧ください。どうぞ。こんな感じで撮ってきました。元気が出るおにぎり、塩味、化水梅になります。岸梅です。今回はこちらの3種類を紹介していきたいと思います。まず最初にこちらになります。おにぎりの山、ふっくら伸びる食べれないで、焼きおにぎり味の元気が出るおにぎり、おいしいで、まあ、スマイルカンパニーさんで、伸びる会社、伸びるんですね、会社が。でこちらが塩味で、梅、岸の梅、岸梅、美味しい酸っぱさ、おにぎりの山。はい、ではね、開けてみたいと思います。まず塩、こんな感じです。めっちゃリアルなんですよ。ご飯粒がね、一粒あるんですよ。ほら、まあ、にぎって感じですね。で、こんな感じで中がね、溶けた粘土みたいな感じです。とにかくすごく柔らかい。めっちゃ、これが梅、これが梅です。なんか梅ちょっと硬い。ほら、なんかわかるかな、ちょっと手の跡がつく。で、元気が出るおにぎりは塩と同じ柔らかさ。よいしょ。え、すごい、なんか本当のおにぎりみたい。なんか、あー、ほら、なんかおむすびコロリみたいな感じだね。おむすびますよ。よーい、スタート。おい、スタート。お、てか今日の服のカラーあれじゃない、おにぎりじゃない、ほら。はい、ということで今回はこんな感じで降りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINE LIVE、ミックスチャンネルの方もフォローよろぽんです。では、おつぽん。何人ゆぽんのおにぎりがいたかな。